ドッキリドッキリどんどん不思議な力が湧いたらどうしようとする。何の歌ですかそれ。これお邪魔女ドレミの歌。知らねーくるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。起きて40分経ちました。くるぶしです。綾波霊です。はい、OK。 何それ何それ、エヴァ好きなんですか。いやいいね、エヴァね。本当にね、全くわからんかったね。あ、見に行ったんすね。見に行ったんすね。いや、めっちゃ喉乾いたね。喉乾いた。すげえ喉乾いてんけど。何の、飲みたいっすか今。ビール。ちょっとビールはないんですけど、今日はね、チョモちゃんが好きな、もの一つ。マミーマミー好きなの。マミー好き。あ、そういう飲み物の中でも、マミー大好きですね。あ、そうなんだ。なんか昔より薄くなった気がするけどね。あ、そう。昔もっと濃かった気がする。だって昔スナックパンつけてたもん、マミー。ドリップしてたね、マミーに。細いパンを。そう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 、それぐらい味濃かったですよね、昔マミーって。はい、ということですね。やってまいりましたけれども。あ、そうなんだ、マミー喉乾いた。喉乾いた。マミー飲みて。マミーはガチで買ってなかったなけど。そんな喉乾いたという、ちょもちゃんに、変わったアイテムを見つけたんで、一個買ってきてみました。ほう。それは早速、ご紹介なんですけど、はい、ではこちらです。食べられるシャボン玉ラムネ味。はい、チョモちゃんの大好きなラムネ好きだよね。ラムネ好きね。ね、ようなんかあの粒のもよく食ってる。そうね。そのどっちかというと、そっちのラムネが好きなんだね。あ、そうなんだ。飲むラムネは普通。あ、ミスった。食べられる、シャボン玉っていうのがあって、もう多分ね、作ったやつ頭沸いてんすよ。食べたいと思ったことあるじゃん、シャボン玉を。打てるやつをなんかパクッとやってみたりしたじゃん。昔やったことないけど。あ、そうすか。すごいね、やっぱクルちゃんドリーミーだったんだね、ちっちゃい時から。可愛いもんね、やっぱそのシャボン玉パクッとしたいよね、みたいな。もう本当にしたいよ、俺したかった、ずっと食べてた気がする。そんなね、俺の、ちっちゃい頃の夢が叶っちゃう。もうすごいやん、もうそんな俺の喉乾いたとかどうでもいいや。クルちゃんの夢を叶えましょう。まあちょっと中さん無理やり喉乾かせましたけど。シャボン玉をね、食べられるということなんで、ちょっとどういうもんなのか、一切予行とかしてません。開いてないもんね。早速開けていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、ラレゴー。ちょっと行きたいと思います。あ、なんかねるねるねるねの最初の状態みたいな。あ、でも液体ですね、完全に液体。あ、なんかバイブですか。バイブっぽいね、形的にはチンコみたいな。チンポ。やっぱ普通のシャボン玉セットです、中は。これそうなんだ。ブーって吹くやつや。でもほんまにそれこそこれを入れて吹くだけや、あ、そうなんだ、ご注意、付属の液体を原液のまま使用してください、薄めるとシャボン玉ができなくなります。洗剤と一緒ですよね、そのまま入れるってことですね。じゃあね、ちょっとね、はい、拭いていきましょう。はい、早速行ってみましょう。ティリティリリリンティリンティンティンティリンティリン、グルチョモチャンネル。早速、はい、食べられるシャボン玉行ってみたいと思います。それでいこう。危ねえこれ。風吹いてるからな、難しいかもな。ちょっともうちょっとこっちスタートでもいいですか。全然いい。じゃあ、食べられなかったので気を取り直してね、もう一発いきたいと思います。うわっ。やばい。マジで見せらんない映像になっちゃったかも
全然食った気しない。いや、あ、でもいけるわ。もう一発だけ言っていい？はい。ちょっと夢だったもん。あんまいの忘れてしまった。普通にやってるわけですけど。あ、いけた。あれね。でも匂いはラムネ。風味だけ。風味はとてもラムネです。なるほど。ただ味はね。はい。あー、これじゃないね、モスコ。天然のやつやった。はい、食べるシャボン玉やってみましたけれども、食べられるっていうだけで味はしません。しません。でもなんか匂いはラムネ。あ、俺匂いすらあんま分かんなかった。あ、まあ、あ、でもね、そのシャボンから匂いしてんじゃないよ、手元から匂いしてるだけ。まあ、じゃあ食べられっちゃ食べられないけど、これで腹を満たそうっていうのは無理です。喉も潤わん。普通のシャボン玉として楽しめばいいじゃない。あ、最悪口に入っちゃっても大丈夫っていう、そういうことよね。安全なシャボン玉です。なるほど。変わんないかな。もう、まあ、楽しかったけど、楽しかった。うん、なるほど。ちょっとね、コロナ禍で、ね、厳しい商品ではあるかもしれませんが、自分で やる分には、楽しいんじゃないかと思います。シャボン玉吹いてる女の子って、可愛いよね。今日こそ、出番だ。おめえのことじゃねえよ。ぜひ、皆さん買ってみてください。今日は、食べられるシャボン玉。吹いてみた。お送りしました。ありがとうございます。じゃあ、淡姫のところ行こうか。